短い夏が終わりを告げようという頃、私は博士と管制の中に帰ってきた。秋、サポーターを飲み込んだスタジアムで私は大きく深呼吸をしていた。冬、底冷えのする観客席で私は明日のヒーローを占っていた。ワールドサッカーウィニングイレブン6ファイナルエボリューション。フットボールファンの皆さん、こんにちは。コナミスペシャルマッチ、メキシコ対ノルウェーの試合をお送りいたします。解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。中西さん、今日の試合どう予想されますか？両チームとも縦に速い選手が多いので、カウンターを警戒するべきですね。なるほど。ここで両チームの選手入場です。今、試合前の記念撮影が行われています。フォーメーションを見てみましょう。キックオフで試合がスタートしました。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。ボルヘッティ、アンデルセン、ゆっくりとボールを回します。これはいけない。ヨンセン、前にボール、前線へ。パスの精度が高いですね。ツール、これはファールを取ります。さあ、いい位置でのプレースキックです。まずは立ち上がり、ここを注目しましょう。これはコーナーキック。ノルウェー、開始早々大きなチャンスを迎えています。イオンセン、うわー、決まった、ゴール。ノルウェー早くも先制点を挙げました。さあ、もう一度見てみましょう。ノルウェー、しばらくは大事な時間です。これはファールを取ります。キーパーキャッチします。5分経過。さあ、ここでスールシャール。さあ、ここでカリュー。これはファールです。これはレッド。いらないカードをもらってしまいました。壁は5枚。ここは集中どころでしょう。あと直接狙った。
カルモナ前方止めた止めた、パスコースを完璧に消してましたね。頭で落として早く前線にボールを入れた方がいいですね。前前ボルヘッティ力強いドリブル入れば同点、弾いた11番ズバッと打った、よくしのいだ。10分過ぎました。縦に出します。ノルウェーじっくりとパス回し、これは笛です。リーシェ前方中央だ、ツールシャール素晴らしいコントロール、コントロールしてあっと PK を与えてしまった。イエローカード、熱くなるのはまずいですよ。これは決めなくてはなりません。打ったゴー、ただいまのゴールシーン今一度ご覧ください。ノルウェー今日はいいリズムですね。らしさが出てきましたね。15分経過、11番レオ、おっと大きく上げた、激しい奪い合い、アンデルセン速攻、ラストタッチはメキシコ、副審がファールを取りました。これはレッド、いらないカードをもらってしまいました。がっちり捉えた、リーセヘッドでつないで、ファン・ロドリゲス前に送って、20分経過しました。ボルヘッティベルグ強烈なスライディングタックル、センターに戻しますと、ここしかしカット、パスコースを完璧に消してましたね。マルケス前方へ、ファン・ロドリゲス取り返した、これはいいカバリングですね。アンデルセンエイリク・バッケ、おっとこれはファールじゃない、ちょっとこれは強引だったか。アンデルセン前線へ来たが惜しくも外れました。25分経過、ヘッドでつないで、レオナルドセン前、いいですね、あ足がかかりました。この位置からリスタート、おお狙ってきた、奪い返、これは危険行為とみなされました。さあ絶好のチャンス、ジャンピングヘッド、わずかにそれてしまった。4戦得意のヘッドです。面白いボールでしたけどね。ボルヘッティスピードありますよね。縦に出します。前半30分過ぎました。ラストタッチはメキシコ、ファールを取られたようです。しかもイエローです。冷静にプレーしてほしいですね。ここでインターセプト、いいボールです。守りきった、頭でマルケス前に置く、インターセプト、今のはどうでしょうか、ファールじゃないのでしょうか。ボールは中央へ前方へ、
前半あと10分です。パスが通ればチャンス。チャンスです。ベル、よくしのいだ。守備が安定してますよ。トラド、前、ここからカウンター。ベルグデルム、前半残り5分です。11番アンデルセン、これは危険行為とみなされました。壁は4番。ここは集中どころでしょう。わー、打ってきた。これはジャストミートできない。いいですね、迷わず狙いに行ってますね。激しい奪い合い、これはいけない。これはレッドカード、一発退場。目をつけられてしまいましたね。よし、ゴールを狙える位置です。ゴールか。クリア。手元の時計では残り時間がほとんどありません。これはファールです。ベルグデルム、前に出す、前線へ。パスの精度が高いですね。これは危険だ。今日はカードが飛び交う試合になってしまいました。中西さん、しかしこういう試合で勝つことは大きな意味がありますからね。ツールシャール、惜しくも外れました。ここで笛です。前半終了。ノルウェー2点差で前半を折り返します。前半戦の振り返ってみましょう。両チームここまでのスコアをお知らせします。さあ後半戦が始まります。ノルウェーリードを守りきれるんでしょうか。副審がファールを取りました。アンデルセン、前方にフィード、ちょっと危険だ。よく見て。バスマ、縦に出します。エイリクバッケ、バにボールを送る。ヘッドでつなぐ。アンデルセン、前に送って、これはファールを取ります。がしかし奪われた。うわ、これはすごい。ヨンセン、ゴール。ノルウェー、さらにゴール。ただいまのリプレイご覧いただいております。ノルウェー、さあこれだけの得点差があればあとは守るだけですね。うっと、インターセプト。後半5分経過しました。さあここから、レオナルドセン、前、出た。これは危険行為とみなされました。うわ、これはシュートチャンス。ハーフボール、ゴール。カリー、さらにリードを広げます。ただいまのシーン、スロー VTR でご覧いただいております。ノルウェー、さあもうこれだけの得点差があれば安全圏と言っていいでしょう。後半10分経過。レオナルドセン、チャンスですね。出します。ツールシャール、怒涛のような、スペースへパスを出した。シュート、ちょっとイージーすぎたか。トラド、巧みなボールコントロール。リーセ、素晴らしいスピード。後半15分経過。頭でつなぐ。レオナルドセン、前に送って、チャンスですね。再び取り返す。エイリクバッケ、おっとセンタリング。
ツールシャールねじ込んだ、ギャオーツールシャール今日2点目。ただいまのゴールシーンご堪能あれ。選手の交代が行われています。ここでカット、ベルグ、ここはよくカットした、これは大きすぎた。後半20分経過、アレジャの前へ、ここから打ってきた。リーセ、トラド前、カット、ベル、縦に出します。リーセ前に送って、ツールシャール、抜群のキスク、クロスバーを直撃、守りきった。後半25分、アンデルセン、これが通れば面白い、チャンスです。クロスが上がった、入れさせません。ボルヘッティ、ファン・ロドリゲス、前方へ、チャンスですね。ベルグ前へ、レオナ前へ、ツールシャール、縦に出します。ソーレンセン持って上がる、ここからシュート、決まった、ゴール。ノルウェー、ただいまのリプレイご覧いただいております。ここで選手交代があります。止めた、ファールを取りませんね。後半30分経過、ファールを取りません。ベルグ前に送って、右へ、バスマ、素晴らしいスピードです。ちょっとこれは強引だったか。アンデルセン前に出す、ヘッド、シュート、ディス、また入った、ゴー。ソーレンセン、さらにリードを広げます。ただいまのシーン今一度、ボルヘッティ、このボールをピックアップ、さあカウンター、バスマ前方へ。後半35分をすでに過ぎました。誰もボールに触れません。力強いドリブル、さあこれはファウルを取ります。拾って、さあ、あ、足がかかりました。ヘッドでクリア、右、来い、これは危険行為とみなされました。大きなチャンスを迎えています。あっと、直接ボールポスト直撃、拾って、さあどう、いいボール、センタリング、ファン・ロドリゲス、あとここでインターセプト、チャンス、あっと PK を与えてしまった。丁寧にプレーしてほしいですね。大きく一つ息をして助走を取り、狙った、スーパーセーブ、いきなり打ってきた、フィスティング、ダイレクトできた、これは惜しかった。怒涛の波状攻撃、惜しかったですね。アンデルセン、ソーレンセン、強烈なスライディングタックル、トラド、カルモナ前方にフィード、ここでカット、エイリク・バッケ前へ、ヘッドでつないで、ソーレンセン、ちょっと激しい、いいカバーリングです。ロブを上げた、ヘッド、決まったか、いやー、サイ、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。ノルウェー、大量得点による一方的な試合展開でした。今日の試合を振り返ります。まずはこのシーン、
大変残念ですがお別れの時間になりました。本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。